僕にっすか。何怒ることあるんですか。怒らせたってことですか、俺が。いや、もちろん大嫌いですよ。ありがとうございます。嫌いでいいんじゃないですか。もうあいつをぶっ飛ばしたいっていう気持ちだけなんで。何をしたんやろうなっていう。ぶっ倒してやりたいと思います。ライトのチャンピオンは俺だ。おお、ライトのチャンピオンは俺だ。おお、やれや。ほんまや。あ、そういうことな。オッケーです、オッケーです。パイプ椅子事件で乱入する中村勘でしょ。リングにああやって乱入してくるような下品なやつだし、まあ軽量オーバーしたこともあるしょうもないやつなんで、そりゃ嫌いになりますわ。あー、今すっきりした。品格の差ってのは、まあ、チャンピオンになる器じゃないでしょあいつが。まあそこを見せたいっすね。命かけてやるとこに品格もクソもないですからね、はっきり言ったら。お前だから芸人なんさ。脇役で頑張ってくれっていう感じですね。俺を輝かせるために。まあそうですね、挑戦し続けた1年で終わりましたね。The Joker Naoki。Spinning back fist and a beauty。海外の洗礼みたいのも受けることもあったんで、まあ、いろいろ難しいことはありましたね。めっちゃいいっす。そうですね、負けといて言うのもなんですけど、まあね、ああいう世界のトップ選手とやってる最中も、あ、全然勝てるなっていう気持ちもあって、あ、こんなにやっぱまだできるんだっていうのは思って、やっぱもっと頑張ろうって思いましたね。逆に経験値の成長は半端じゃないんじゃないですかね。またここから復活ロードを見せたいですね。やってることはベルトの価値を落としてると思う。なんかしょうもないやつがおるから俺が目立つんですよ。だからそいつらは脇役で頑張ってくれっていう感じですね。俺を輝かせるために。青コーナー伊藤杉谷、赤コーナー中村寛。展開変わってきました。左、右、左が一気に空気感、流れが変わってきた。ダースの左、左のストレート。ちょっと1年以上直樹がタイトル1回もかけんと、逃げてるから。やっと勝ってくれたんで、負けてる相手とやるよりかはしっかり去年 KO で勝ってくれた。やっとかっていう。パイプ椅子を投げてから1年半戦わへんやつっています。63歳より1回も試合してないじゃないですか。63歳より1回も試合してないじゃないですか。かけてはね。なら、お前はベルトをかけるならランキングがどうでこうで。飽きたっすね。あん時にやっとけば俺に勝てたのにって思いますもん。あん時の僕メンタルブレブレやったし。ああいうキャラ選考タイプは嬉しいですよ。盛り上げてくれてありがとうぐらいしか思わないから。まあ、そうですね、僕もこうやって今20周年大会でチャンピオンとしてリングに、立てることを、すごく誇りに思います。記念大会でいろんなチャンピオンの人たち来てくれましたけど、あんな下品なチャンピオン誰一人いなかったですね。なんでね、絶対ああいうやつをチャンピオンにならしちゃいけないですよね。直樹に魅力がないっすね。俺の方が魅力も色気もあるし。いや、かっこいいっすね。ジョーカーが勝ってね、それ勝つことが正義っすからね。生きるか死ぬかでしょ。命かけてやるとこに品格もクソもないっすからね、はっきり言ったら。お互い打たれ強いタイプじゃないし、打たれ強くないくせにお互い攻撃力強いから。直樹が熱くなんでやったら1ラウンドで終わるやろし、間違いなく5ラウンドはいかないですよね。あいつが勝負に出たら
倒れる時やでって思いますけど、この1年でやった相手よりだいぶ楽でしょ。